ダンスミュージック Now and Then。 今から5年前1997年のヒットアルバムをピックアップ。まず R&B からはジャネット・ジャクソン、ザ・ベルベット・ロープ。1月に日本で素晴らしいライブを見せてくれた彼女、最新作のカラーとは違い、このアルバムはシックで内省的な一枚でした。こちらは現在ジャパンツアー中のメアリー・ジェブライジ、シェア・マイ・ワールド。このアルバムでは存在感をしっかりと示してくれました。エイドリアン・アイバンス、エイドリアン・アイバンス。オーガニックなボーカルとサウンド、当時はニュークラシックソウルと呼ばれる R&B のアーティストたちが注目されました。そのニュークラシックソウルの女王と言われたのがエリカ・バドゥ。このバディズムが絶賛され、グラミーの新人賞を獲得しています。続いてラップのヒットから、まずラッキムの G18 スレター、帝王復活でお題となったこの一枚から、お聴きのゲス・フーズ・バックがクラブで大ヒットしました。ノートリアス B.I.G. ナキアとのニューヨークを代表するラッパーとして活躍したのがこの Jay-Z。 毎年コンスタントにヒットを放っています。バスタライムス、 When Disaster Strikes。 実はインテリというバスタの大ヒットアルバム。彼の個性は同年台頭してきた女性ラッパーミッシー・エリオットとよく比較されました。そしてラストはコモンの One Day It'll All Make Sense。 あらゆる媒体から97年最も優れたラップアルバムとして称賛されました。